車っていうのは、まあ、人間のこう身体能力を拡大した道具って言いますか、もう言われてますよね。手足の延長線上にあるもんだっていうふうに思えるような間柄ってんですよ。これが人馬一体の神髄なんですよ。馬が乗り手の感覚を分かって今こういう走りをして矢を射るっていう、その馬と射手のコミュニケーション、車とドライバーの間にもその関係を作ろうと。なぜそうしたいかっていうと、思い通りに動く楽しさなんですよ。最先端の機器で測れば、筋電図も測れば、 G センサーもあればデータが取れるようになってるんです。例えばね、シフトレバーの位置のここの位置にあるのか、ここの位置にあるのか、ここの位置にあるのかっていうのは、みんな筋肉のその働き違うわけですよ。操作のための人間に入る力っていうのが全体バランスしてる必要があるっていうのね。お買い物に行くそのシーンでも人馬一体感が感じられるようなセッティングを目指してセットしてあるんですよ。こんなに自分の思い通りというかね、機敏に動くかっていうことを、だいたいね、最初に乗る人はそれ感じられる。思い通りに動く楽しさ。早く知っておればよかったとかね、乗って人生変わったとかね、そんな大げさな言葉が出てくるんですよ。ぜひ乗ってみてください。このことかっていうふうに、向かっていただきたいと思います。